サセックスプレイスサミー・オファー、センターロンドンビジネススクールは、英国ロンドンにある世界で最高位のビジネススクールであり、根幹をなす MBA プログラム及びミフプログラムは、世界屈指にランクされる。フィナンシャルタイムズの世界、MBA ランキングでは、過去3度世界1位を獲得しており、2021年には22年連続でのトップ10位となる世界、第2位にランキングされた。 同志の金融学習士のランキングでは、公表開始された2011年以来、一度の2位を除いて、常に世界最高と評価されている。メインキャンパスは、ロンドン中心部、リージェンツパークの西隣に位置する。ロンドン大学システムに属する教育機関の一つである。LBS では、 世界109カ国から集まった合計2200人の学生が8つのプログラムで学んでおり、さらに毎年1万人を超えるエグゼクティブ教育参加者を集めている。世界155カ国に4万2000人超の卒業生がいる。FMD の欧州品質改善システムとアケスビーの認定を受け、MBA とスローンフェローシップはアンバからも認定されているフランクスレポートが 総合大学の一部でありつつも、運営の自由度を持つビジネススクールの設立を推奨したことを受け、1964年にロンドングラデュエートスクールオブビジネスとして設立された。近隣のユニバーシティカレッジロンドン、キングスカレッジロンドンと密接な協力関係にある。2006年12月、ドバイで MBA コースとエクゼクティブ教育を立ち上げている。 メインキャンパスのサセックスプレイスは1823年に建てられた高級テラスハウスで当初は26世帯の住宅で構成されていた。設計は宮廷建築家のジョン・ナッシュである。1960年代に改修工事が行われて校舎となった。イギリス指定建造物一級に指定されている。LBS ではマネージメント及びファイナンス分野の大学院教育を行っており、 企画コースである MBA に加え、ファイナンス専門家養成コースであるマスターズインファイナンス、企業経営実務経験者向きスローンフェローシップ、主に大学新卒者向けのマスターズインマネジメント、博士課程で学位が認定されるほか、学位が認定されないエグゼクティブ向き教育も行っている。専攻課程は非常に厳しく GMAT、GRE、トーフル。 ILS での高得点のほか、大学での GPA、エッセイ、複数の推薦状の提出が出願に求められる。選抜された候補者に対しては、面接による選考が行われ。LBS の期間をなす、約2年間のフルタイムコースである。毎年500人弱が入学し、計9 0 0人が MBA に在籍する。LBS の特徴の一つとして、 学生の多様性が挙げられる。2018年入学のクラスプロファイルは以下の通り、授業は各学生がそれぞれの目的に合わせてカスタマイズできるように設計されている。入学後、約80人ずつ6クラスに分かれコアを受講した後、10種類以上のテラードコアから数科目、70種類以上のエレクティブスから最大12科目を選択する。 グループワークが重視されており、必修科目では国籍、職歴が重複しない6人からなるスタディグループに分かれて課題に取り組む。必修科目には以下のコースが含まれる。講義、ディスカッション形式の授業以外にも、現地企業への計3ヶ月間にわたるコンサルティングプロジェクト、海外での1週間の企業訪問、コンサルティングプログラム、及び 外部専門機関を活用したリーダーシップ演習等に力を入れており、理論と実践のバランスが取れたプログラムを提供している。MBA プログラムは交換留学を盛んに行っているプログラムとしても有名である。MBA2 年生のうち約35%が毎年交換留学を利用し、世界各国のビジネススクールで国際感覚をさらに高めている。 定傾校は25校以上に及び、ペンシルベニア大学、ウォートンスクール、ザ・ユニバーシティ・オブ・シカゴ・ブース・スクール・オブ・ビジネス、マサチューセッツ・工科大学スローン・スクール・オブ・マネージメント、コロンビア・ビジネス・スクール、ノースウェスタン大学・ケロッグ経営大学院、NYU ・スターン、タック、ホス、イエセ、ヘック、ハカスト、ケイブス、シンガポール国立大学等が挙げられる。 LBS 自体も交換留学先として他校から高い評価を得ており、多くの交換留学生を毎年受け入れている。4つのパートタイムエクゼクティブ MBA プログラムを展開しており、各プログラムの期間は16ヶ月から20ヶ月である。エンバには MBA とほぼ同一の必修授業、広範囲の選択科目、国際研修が含まれる。エンバ終了時には、 総まとめとしての論文提出が課せられている。マスターズ・イン・ファイナンスプログラムは、金融実務経験者を対象とした、金融関係の理論、実務及び意思決定に特化した収支プログラムである。履修期間10ヶ月のフルタイムプログラムに、約130人、履修期間22ヶ月のパートタイムプログラムに、約百五十人の学生が所属しており、商業銀行、投資銀行、 アセットマネジメント、投資ファンド、及び事業会社の財務部門等へ優秀な人材を輩出している。LBS はファイナンス分野で世界的に極めて高い評価を得ており、ミフプログラムは2018年のフィナンシャルタイムズの金融学習士のランキングにおいて世界ランク1位となっている。必修科目には以下のコースが含まれる。上記の必修科目のほか 30以上の選択科目の中から関心に応じて7から10科目を受講し実務に即応用可能な高度な専門知識を獲得する。スローンフェローシップは会社経営において意思決定経験を持つエグゼクティブ、企業家及び経営者を対象としている。このプログラムは11ヶ月のフルタイムでリーダーシップ教育に重点を置いている。スローンフェローシップは 学生相互の参画によって成り立っており、マサチューセッツ高科大学スローンスクールオブ。LBS は大学新卒者及び1年以下の実務経験者向けに履修期間11ヶ月のマスターズ・イン・マネジメントプログラムを提供している。このプログラムはあらゆる実務知識の基礎を作るとともに、企業の採用担当者が求めるスキルを身につけることを目的としている。このプログラムの構成は、 MBA の1年目によく似ており、授業、ワークショップ、ゲストスピーカー、ケーススタディ、グループ及び個人の課題からなる必修授業で構成されているエグゼクティブ教育は、マネジメント概論、戦略、リーダーシップ、マーケティング、人材管理、ファイナンスの分野から31種類のコースが設置されている。企業のエグゼクティブを主な対象としている。その他、 マネージメントディベロップメントセンターは世界中の受講者を対象に要望、事業戦略などに応じたコースを都度設定している。LBS には履修期間5年の博士課程が設けられている。約60人が会計学、経済学、金融、マネージメントサイエンスオペレーション、マーケティング、組織行動学、戦略の各分野に在籍している。フルタイム MBA は 多くのビジネススクールランキングで常に世界トップクラスにランクインしており、特にフィナンシャルタイムズでは2009年から3年連続で世界1位にランクインしており、2021年には世界2位にランクインした。各国の主要メディアにおけるロンドンビジネススクールの MBA の評価は以下の通り、ファイナンシャルステートマンズ。 ロンドンビジネススクール2011年6月14日時点のオリジナルよりアーカイブ2009年6月24日閲覧 ABCFT グローバル MBA ランキングス Financial Times2021 年2月9日閲覧 ABFT マスターアーツインファイナンスランキング Financial Times2019 年3月24日閲覧 キーファクツスタッツ。ロンドンビジネススクール。2018年12月7日。閲覧。トリプルアクレディテッドビジネススクールズハット。AIM25。ロンドンビジネススクール。アドミニストレーティブレコーズ。ロンドンビジネススクール。2007年6月16日。閲覧。クラスプロフィール。ロンドンビジネススクール。2018年12月7日。閲覧。プログラムコンテント。 ロンドンビジネススクール2018年12月7日、閲覧。ランドンキャップ。ロンドンビジネススクール2019年3月24日、閲覧。グローバルビジネスエクスペリエンス。ロンドンビジネススクール2019年3月24日、閲覧。インターナショナルエクスチェンジ。ロンドンビジネススクール2018年12月7日、閲覧。 What is the difference between Ember Global, Asia and Other Executive MBA Programs? ロンドンビジネススクール2009年6月24日、閲覧。ロンドンビジネススクールローンチス、ドバイセンター at the DFUC。ドバイインターナショナルファイナンスセンター2009年6月24日、閲覧。Masters in Finance。ロンドンビジネススクール2009年6月23日。 閲覧。スローンマスターズインリーダーシップストラテジーロンドンビジネススクール2009年6月23日。閲覧。マスターズインマネージメントプログラムリテール。ロンドンビジネススクール2009年6月23日。閲覧。カスタムプログラムズアットロンドンビジネススクール。ロンドンビジネススクール2001年1月28日。閲覧。PhD。 ロン,ンスススロ,ロンドンビジネススクールプログラムズロンドンビジネススクール2007年6月16日閲覧 QS グローバル MBA ランキングス2019キッカレリー・シモンズ2018年2月9日閲覧フルタイム MBA プログラムズブルームバーグビジネスウィーク2021年2月9日閲覧トップノン US2 イヤービジネススクールズホーブス 2021から0から09閲覧。Google スカラー、Google2009 年6月23日閲覧。ありがとうございます。